あれってその,、まあ、その大人がいろいろ言ってくるのに対して「うっせーわ」って言い返したいっていう欲望が若い人たちにあるのでなのでそのこの曲いいよねっていうのを Twitter に貼ることによってそのうざい大人たちに対して「お前らうぜえよ」っていうのを間接的に伝えるっていうツールとして要は LINE でいうスタンプみたいな役割もあると思うんですよね。 いやそのなんかごちゃごちゃなんか説教とかしてきたりなんかあのクソアドバイスをしてくるようなやつマジうぜっていうのを完璧的に伝えるっていうスタンプの役割を果たしてるんですけどっていう感じでそのあなたの曲はその聴いてる人たちにとってどういうメリットどういうその感情の動きとかそのなんかこれこれ友達に伝えたいって思うような何かがありますかっていうところをなんかちゃんと作れるんだったらそれは広がるんじゃないかなと思いますけど。